アイスとウニ YouTube と申します。私現在積が1523、更新した直後ですね。はい、実はね、今私寝起きでございまして、寝起きに更新チャレンジやってもまあ1600いけるんじゃないのってわけでございまして、とりあえず、まあ、1550万、1600いかないとね、ちょっと恥ずかしい俺のこのボックスだとね、育ち具合的に1600、いや、なんなら1700もいけるぐらいのボックスの強度になってきてるんで、ちょっと早く1600いかないとね、ちょっと、あんた何したのって感じなんで、いきます。でもね、バルキリーはちょっと聞いてないかな。うん。コスメ壁貼って、マミで取り入れて、たったちゃっちゃって方がやっぱ、2本取れたな。ほぼ勝ち。どうせ下にも出してくるわけにしてるでしょ。ですけどね。え、それさあ、ずるくない？武器にしたことない。さあ、大事。ちょっと見ろ、ちゃんと。とりあえず、ゲット。これ、剣士で止めるか。いつもの俺ならここでリスを出していた。違う。よし、いいさ、タイミング。よし、てかさ、ゴスってさ、ゾネスに強いんよ。みんなしてた。剣士が入っちゃった。流れた剣士が入っていて、後ろバレてる。きついね。爆弾ボカンしてもらって、いや、全然知らない。バルキリーもいない。キラービーとあれっしょ、ゾネスでしょ。何、キラービー、ベビー、バルキリー、ゾネスか。サンコスが多いって。キラービーさ、こいつ実質さ、サンコスではないんだよ。いやー、大事が強い。でも耐えるだけいいんじゃないかな。ごめんね、ワンパン入っちゃったからさ。ワンパン入っちゃったから、もうやることがないんだけど。最低限決めといて。これ煽りたい方じゃないからね。剣士だからね。剣士弾けようだからね。そこも垂れる。おまみら、おうちょまみ。さあ、20コス残しがち。これはちょっとなんか剣士ワンパンだからな、なんとも言えないわ。でもね、剣士ワンパンで勝った相手っていうのはすごいもらえるんですよ、実は。あ、でもデイビル止めらんねえ。女どうすんだよ。デイビルどうすんだよ、これ。いやー、しかも真ん中2本取りで、正直デイビルを上下にチョンチョンってされるだけでガチできつい。本当にめっちゃきつい。さあ、マリンコの攻撃とかで遅いんで、取れるしかない。いや、マジでいっちゃってる。いや、もうフォアガもいけないんだけど、これだって。すげえだ、マジ使いたくないよ。いってしまう。え、ガチだ。ほんまでてつらい。ほんとにつらい、このキャラ。マジ泣きそう、俺が。よし、もうデビルには対話で勝てないんだけど、レトロ。え、マジきつい。死ぬ気配なし、デビル。いや、めちゃめちゃきついんだけど、マジで。ねえ、お母さん、どうする？これが。いや、まあ、そう。
ざればまっさらさら。ちょガチで見てほしい。そうです。ちょこれもこっち逮捕やろ。死なないでいく。ウルゲだーお前デビル流したないと思ったな。俺のゴツは消えるぞ。その俺のゴツは消えるぞ。ちょっと負けくさくね。いいの言うし。いやーこれはちょっとね無理っすね。相性です。完全にこれはちょっと勝てる方も勝てないよ。無理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 。いやデビルは辛い。先輩か頼むぞマジで。あんま持ってからないだろ。え待って俺今ゴッド2だよ。ちょっと待ってゴッド2でさ、ちょっとゴッド2だよな俺今。マジで言ってんの。ゴッド2ゴッド2ってさ、1500とか1600の人とさ、バチバチやり合うもんだと思ってたんだけど、違ったってこと。俺の思い描いたりゴッド2ないと。マーマンリーダーって真ん中日本取るやマジで多すぎ。さっきもちなみにドローだからカットしてきた、ま、ずっと真ん中日本。ずっと真ん中日本。そこもタレブ。持ってんだのに。え、マジこれ取れ取れな変わる。なー、マジで言ってんだよ。これが。あ、それ面白い。だからね、触られちゃったが触られちゃった触られちゃった触られちゃった。マジひるく。やること一個だね。え、マジで、無理なの？え、クソキツ。ワンオン必須。耐えちゃう。全部止められてる。マジで言ってんの。もうなんかさなんでさライン来ちゃったしさ勝てねえよ。なんでうわ通報しよう。赤番おめでとうございます。キモ27とかマジで。玉ゆぴちうわ白レベル111で虹バッジ5個持ってるくせしてなんかいまだに1200台をうろついてるこのよくわかんないゴミ野郎が、こいつは白だらができなくなっちゃうですね。これから D1D0 いっぱい取ってねたくさん課金してねこのゴミ人間だったら皆さん気をつけましょう。はい。サブってサタン。いやーもうなんかさ俺の思い描いたゴッドと違いすぎてさ絶望仕掛けてる今。ゴッドワンにならないといけないじゃん。じゃあもうじゃあゴッドワンに行かないといけないじゃん。無理だって。
ゴッドワンに行かないといけないってこと。じゃあ俺いるだけど、ヘッドシーバカヘッドシーチャンスは、まあ、フレフラが必要だな。ねえ、俺ゴッドワンになんないといけないってことじゃん。だってそんなヘッドシーヘッドシーオッケー、フレフラマミーヘッドシーで、相手マミー強すぎるのか、もうなんかおめケットし、じゃ止めらんねえ相手マミーが。いやーサーティンだよなやっぱり。嘘っしょ、嘘っしょ、ここに行って相手のサタンのボーグ、これいや2玉で全部スマッチャー。ユースケきついんだけど、どうしたらいいの。そうなるかなと思いました。サンエクロップス、ちょっと待って、クレフラがいる、ただそうそう、開けて閉める。後ろ止めるの精一杯だよ。ああ、結構修正が全部止まってる。しかも。入った。最後まで諦めんなってことや。それ。さあ、天才27座れた。カンパイ45も座れた。ってことは？なんでだよ、もうやだ。1459。マイナスだ、マイナス。え、無理じゃない？だってこれだって、俺さ、マッチングいつになったらよくなんのよ。マジでいつになったらよくなるマッチング、いつになったらさ負け30勝ち20の世界に俺はいけるの。それでいいんだよね、負け30勝ち20でいいの。本当にマジで負け30勝ち20でいいんだって。本当によ、負け30勝ち20でいい。そしたら勝率7割あれば上がるんだって。強ピー今俺は7割あるから、もうちょっと本当にやだ。さよなら、20でした。